はい、衛生塾の追記です。第5回目英語構文とは何かの第5回目のシリーズです。英語構文の参考書はどんなものがあるかってね。で、英語構文ってこの構文って使ってる参考書、問題集ないんだよな。うん、だからまあ参考書の類、A、読解のための、作文のための、 C、自己プラス文法、それをパターン化した、ね、パターンのための本。英語構文っていうのは大体、前回言ったけど、英語構文ってすごい端折って、荒削りに言っちゃうとね、英文解釈を経た、英文を訳。英文解釈って英文法の力がないと解釈できないな。解釈した時点で、次、英文を訳。だから飛躍があると。分かる人は分かってほしい。分かんない人は分からなくてもいい。ここなんです。だから最近流行らない。こうみたいな。じゃあ A、読解のためのやつね。一番典型的なのは、あの、英語の実況シリーズって言って、山口俊二さんですね。あの、文法の大家なんだけど、まずこれ、研究者で、参考書でね。参考書だよ、まず。英語構文の全解説っていう。これね、英語構文の全解説。分厚いよな。まあ、これ、中を見てくれ。次、もう一つ、同じ山口俊二。全解英語構文ってやつ。中は言わないけど、まあ、なんか見てくれ。一応、この二つなんだな。一番こう、骨太で、やりごたえがあるっていう。まあ、こんなの全部できる人いないよ、うん。まずこれだね。次、作文のため。まあ、これが一番有名なやつ。先生が、もう、高校生の頃は有名なやつ。みんな挫折したやつ。基本英文700選って、寸大のね。こんなの覚えられない。例文もちょっと古臭いね。ただこれは英文を見て日本語に訳せる。だ それの文法確認である。これ700選一生懸命ね、昭和の高校生は暗記したんだけど、みんなこんなの暗記できないよ、うん。作者の伊藤和夫さんも自己批判で、こんなのは覚えられないって、覚えられないから。で、訳も不自然だし。そこをリニューアルしたのが、駿台の飯田康夫先生の基本英文300。そう、半分以下になってね。これは直訳から訳って2つの訳載ってるから、あと CD 付きだしね、うん、書いてあるね。英文の構造を理解して、読解の基礎。英文の構造を理解して、構造だからストラクチャーね、読解の基礎を語る。できたらこの300を書けるようになるのが理想だっていうやつね。あとはね、意外にね、最近関東の高校ではあんまり飯綱書店とか福武に押されてんのかな。関西のね、英語の老舗の出版社で美声社ってあるんだけど、そこ美声社の英語公文150ってやつ、うん、これもなんかちょっとした基本的なやつね。英語公文できたら書けるようにって。あとはちょっと古いんだけど、これえあのなんだ、桐原の、もうこれ古いやつ相当。英語公文160だからちょっとしたパターンだよな。これ作文のためはこれ無理。まあ、ここチャレンジしてほしい。あとは150だから、これちょっと覚えちゃって160、こうなるわけ。だんだん少なくなってくな。700、絶対みんな挫折すんで、これ半分以下に減ってね。半分だね、約半分なんだ。だいたいこう、実際受験生だってことだ。まずこれでね。でも絶対なかなかこんなの覚えられるもんじゃないんだけど、みちろ。あとはね、中央図書ってあるんだけど、これ意外に中央図書ってね、学校向けの出版社で英国公文の総まとめ。こういうやつね。他にもあるんだけど、先生の自宅にあるんだけど、中央図書って意外にいいんだよ、中央図書って学校向けの。なんか文法をちょっとかぶってるな、まずこれ。で、もう一つ、駿台っていうところは、あの、公文主義で有名なんだけどね、伊藤和夫さんが公文っていうものを重視、必修英語公文ね、英語公文ね。
まあ、これはまあ読解みたいなもんだね。つまり文法を一通りやるとね、ああ文法はこういうふうに絡んでるのねっていう。だから化学やるよね。で化学やって、でなんか理系の人は有機化学やるじゃん。有機化学ってちょっとレベルワンランク上になるんだね。と化学における有機化学が構文の領域かな、うん、こういう感じ。あとは実況中図解英語構文、大谷先生のね作文もいいんだよ。ヨゼミの先生だけど図解英語構文。そうすると C っていうのは熟語とこんなやつだよね。だいたいこれ、この2つはね、だいたいこのパターン、熟語と文法、それを構文というものに表してる。だからちょっと文法がネクスト終わった、ヴィンテージ1冊終わったとか、なんか文法一通りやったって人はね、1冊ぐらい構文っていうのね、どれかやる必要なんだよ。はっきりと先生が一番まともな英文法の YouTube の最後の回かな、英語は語文型、関係詞、準動詞、接続詞、この4つを徹底的にやれば英語が読めるっていうでしょ。それ全てが絡んでるんだよ。接続詞だったら名詞説、形容詞説とかね、副詞説があったりね。語文型に絡んで to 不定詞が O になったり、同名詞が S になったり、ね、この4つやとね、もうもちろん仮定語って大切なんだよ、比較も大切なんだよ。しかし全体的に考えた時にね、腸、胃、肝臓、心臓みたいにさ、内臓で大切なとこあるじゃん、あれみたいなもんなんだよ。だ絶対これないと生きていけないっていう、そういうのもあるんだそれがあの4つの今言った項目なんだよ、ね、で構文というのはこういう関係です。一応具体的なもの、自分で書店で構文という題名のものを一冊できたらやってほしい。衛生塾は文法より構文なんだよ。構文を徹底的にやる。文法もちろんやるよ、やるけど構文というものを常にバックグラウンドにやって英文法をしてる、まあ、そんな感じですね。第5回目最後、次回最終回は実際に構文力がどれだけ英語を読んでいて必要かっていう、東大の過去問の1題をやってみます。いいですか。次回6回目が最後で、構文の最後で実際にちょっと難しいやつを1題黒板でやってみます。じゃあ今日はそこまでです。